はい、こんにちは、さかなえです。今日はいよいよですね、このプレゼントのですね、抽選当選者の発表いたします。先日12月20日にですね、プレゼント企画をしましてですね、本当にたくさんの方からですね、ご応募いただいてありがとうございます。感謝します。前ですね、2000人の時にプレゼント企画をやはりしたんですけれども、その時はですね、12名の方がですね、応募いただきました。3000人でですね、企画したところ、なんと44名様ご応募いただきまして、本当に感謝いたします。ありがとうございます。それではですね、早速これからですね、抽選をしてみたいと思います。ちなみにですね、44名様、これ読もうかと思ったんですけども、読めない漢字があったり、あと、ローマ字、英語の方、ちょっと、おじさん読めないので、ここにですね、テロップで流したいと思います。それで今ですね、このようにですね、ご応募していただいた方すべてですね、こんな感じでですね、ちっちゃく折りました。で、ここにですね、44名様のですね、紙をですね、全部入れちゃいます。ではこれからですね、抽選をしたいと思います。まず一番最初ですね、このヤギちゃん、これね、桜の木を使ってですね、組み立てたんですけども、これとその他に組み立てるキットですね、合計3匹のヤギちゃんが作れるんですね。3つこれをお送りいたします。2つはね、子供さんとかね、いらっしゃる方は作ってですね、組み立ててください。それでボンドだけはですね、ご自分でですね、ご用意していただきたいと思います。はい、この方なんていうんですかね、すいません、フィリア様、おめでとうございます。これをね、お送りいたします。続きましてですね、今度、App Store & iTunes カード3000円分のプレゼントです。こちらの方です。なんていうのですかね、すいません、読めません、すいません、読めません。イオナ様、あとあーちゃん、神推し様ですね、おめでとうございます。こちらのね、 iTunes カードですね、私が作ったこのですね、名刺&カードケース、これ世界に一つしかありません。非常に貴重なものになると思います。こちらの抽選をします。いきますね。はい、こちらの方、はい、真面目太郎様ですね、おめでとうございます。こちらのね、岩野の名刺入れ、カードケースをお送りいたします。改めておめでとうございます。ここまでね、やってくれたのは、皆様のね、一言、頑張ってくださいとかね、分かりやすいですとかね、時々ね、厳しいコメントもいただきますけれども、それも感謝してですね、これからも受け止めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでですね、当たった方にはですね、 YouTube の中で直接でダイレクトメッセージが送れますので、私の方で一回お送りしますので、それに返信をする形でですね、郵便番号、ご住所、お名前とですね、あと宅急便で送るものもありますので、できれば電話番号もお願いいたします。これからもね、これを励みにですね、頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。この動画が良かったら、いいねボタンとですね、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼いたします。